はい、こちらの店はですね、スマホでバーコードを読み取って注文すると、モバイルオーダーみたいな感じですかね。まあ、これも iPad なんですけども、まずですね、スクーガラス豆腐ですね、こちらを1個食べます。これは豆腐の上にスクーガラスという魚が乗ったやつですね。普通の豆腐もあったんですけど、ちょっとこれを食べてみたいと思います。で、まあ、いろいろね、探してもなかなかいいものがなかなかなくてですね。そう、何を食べたいかってと決めてないんですよね。まあ、沖縄に来たんでね、まあ、本土であまり食べないものを食べてみたいかなって思っていろいろ探してたんですけども、でとりあえずですね、ビールを飲みたいのでドリンクはですね飲み放題にしました。まあ、お刺身とかもね沖縄で食べてみたいなと思うんですけど、何せ初めて入る店なんでね、味がわからないんで微妙ですよね。まあ、こうやってですね、スマホでですね、頑張って探して、なんか美味しそうなものをですね、頼んでみたいなと思ってます。そうこうしてるうちですね、いろんなものを探してる間にですね、最初に頼んだですね、ビールとやらが出てきました。当然ですね、沖縄に来たんで、オリオンビールからということで、オリオンビールがこちらに到着しました。で、まあ、オリオンビールをこれ一口飲んだ後なんですけどね、で今ドリンク飲み放題になってるんですけど、いろんなものがありまして、シチューハイとか泡盛とか7号ビールっていうのが普通のメニューに載ったんですけど、まあ、7号ビールっていうらしいんですけど、それは飲み放題になかったんですよね。まあ、泡盛とも飲めるんでいいのかなという感じですかね。まあ、こうやってですね飲み放題のやつを探していろいろ頼んでみたいと思います。まあ、明日車の運転などで、ね、飲みすぎないようにしたいなと思ってます。なんだかんだ言ってですね、飲み放題が1600円で、あと本日のね三種盛りっていうお刺身を頼みました。それとスクガラス豆腐、これでね3190円とかいっちゃってるんですよね。結構しますねこの居酒屋さんね。まあ、ホテルの中入ってるからしょうがないのかなと思いますけど、でドンペリがですねメニューに乗っかってます。2万5000円です。ドンペリ2万5000円も出して飲む気がしませんで、何せですねこれ僕1万3000円ぐらいで、20年ぐらい前に飲みましたけど、まあ僕2、3000円のシャンパンでもドンペリでも似たような感じだな、どっちでもいいなって感じですね。まあ、2万5000円払ってドンペリを1本開けるっていうのも面白いんですけど、まあ、何せ1人なのね5人ぐらいいたらいいんですけど、まあ、明日車の運転もあるんでね、お酒控えめという感じで来たの でこちらがですねほろ苦ライムですね。であとはこちらが本日の3点盛りお刺身3種盛りですね、マグロ、タイ、シマダコでございます。上から見るとこんな感じでございます。これちなみに食べる前のやつです。まあ、量的には少ないですよね、一人分ですね本当にね。これが残飯の炭酸売りです。まあでも意外とね美味しかったかなって、お刺身に関しては。で耳側のニンニク揚げでございます。これもね結構味濃くて美味しかったですよ。ほらね結構食べてるでしょって感じで。で最後にですねそうめんチャンプルを頼みました。こちらがそうめんチャンプルです。これで今日の夕飯終わりですね。1日目の夜の夕飯。ではまた次回お楽しみに。